ワールドシリーズ WS を制覇したドジャースの優勝パレードと特別祝賀会が1日、日本時間2日にロサンゼルス市内とドジャースタジアムで開催されたが、その中で今、オフに FA となる2人の中心選手の重大発言があった。大谷翔平、30の盟友として知られ、WS では4試合で4番を打ったテオスカーヘルナンデス、32と、 先発崩壊の窮地を山本由伸26と共に救った右腕のジャック・フラハティ29がチーム残留を熱望したのだ世界一連覇に向けてファンにとっては嬉しいニュースだが球団は新たな大型補強も模索しており果たして優勝パレードに続き4万2000人以上のファンで埋まったドジャースタジアムで開催された祝賀イベントでは 大谷が流暢な英語スピーチを披露してファンを喜ばせたが、感動を呼ぶワンシーンもあった。大谷が本塁打を放った際に、ベンチでひまわりの種のシャワーで出迎えることで知られ、チームのムードメーカーでもあるティーヘルナンデスがスピーチの途中で感決まって号泣したのだ。ドジャースは、勝つために僕にここへ来る機会を与えてくれた。そして僕の夢を叶えてくれた。ありがとう。そして、 今オフに FA となる T ・ヘルナンデスは、来季も続けてドジャースでプレーすることを熱望した。前にも言ったがドジャースが最優先だ。来年またこのチームでプレーするために全力を尽くす。ここにはたくさんの良い思い出がある。選手として、人として、たくさんのことを学んだ。その一員に慣れてとてもうれしい。昨年オフに FA でマリナーズから1年契約の2350万ドル。 約36億円でドジャースに移籍したティー・ヘルナンデスは今季154試合に出場して打率272、33本塁打99打点12盗塁オプス840のキャリアハイの好成績を残しヤンキースとのワールドシリーズでは4試合で4番を任され5点差を追いついた第5戦では貴重な同点タイムリーを放ちチームの世界一へ貢献した MLB 公式サイトは、今オフの注目 FA 選手、トップ25のランキングを発表したが、T ・フェルナンデスは15位。昨年オフにドジャースと1年2350万ドルの契約を結ぶために、他球団からの2年契約のオファーを断ったが、32歳のシーズンに入るこのオフには複数年契約を求めることになる、とし、移籍の可能性のある球団をブレイブス、ドジャース、 レッドソックスの順にリストアップした。